皆さんこんにちは。大分トリニータ対アビスパ福岡、解説は元日本代表ミッドフィルダーの北澤剛さんです。北澤さん、どうぞよろしくお願いします。はい、よろしくお願いします。さあ北澤さん、因縁のマッチアップですね。お互いにライバルということもあってね、やっぱりこう精神的な部分で意地のぶつかり合いっていうのも一つのダービーの見どころですよね。そうですね。選手が入場します。さあ、まもなく試合です。キックオフ、サイドをご紹介しましょう。右にエンドを取るのは福岡、そして左にエンドを取ります大分。合わせた、ここはなんとかクリアです。高木、伊藤、これはカット、ファールですね。注意だけで済みましたね。三島、ここいいですね。中はたくさんいるぞ。クリアします。さあ福岡、最初のコーナーキック、なんとかクリア、シュート、もう一度コーナーキックになります。誰に行きますかね。ゴール前入れた、中には2人いる。さあここで奪った、ヘッドでクリアします。後ろへ預けた、どうする、左の外から、再びチャンスになった、弾き返されます。ジャン・ジョンウォン、右サイドだ、右サイド、クリアしました。コントロール前線へ、北澤さん、大分少し押されている感じでしょうか。そうですね、まだこれからですけどね、もう少しペース上げてもいいと思いますよね。中には味方がいない、かろうじてクリアしました。木村、坂田、右サイド上がっていく、自分で行くのか、早く折り返したいですよね。クリアします。
大分。まだ得点はなく0対0。高い位置でボールを奪う回数が増えていますね。はい、チーム全体として早め早めに動き出してますよね。ヘッド。ファールに合います。フリーキックとなります。中にいる選手が少ないぞ。頭で合わせた。キャッチされた。前線です。松本。ボールを奪う。抜けない。縦。通るのかこのパス。これいいボールですよ。弾き返される。ディフェンス必死に守ります。これはコーナーキック。ここを得点につなげられるか。ボールはクリア。中の味方は3人。つながります。シュート。いい守りを見せました。武田。渡ります。伊藤。ボールが渡ります。来た。わずかに強すぎたか。いやー、それにしても北澤さん、何でしょう。あそこで一人で上がっていきましたね。惜しかったですよね。一人で持っていけるんだという自信が見られますよね。ヘッド。ファールをもらってしまいます。カードが出ます。ヘッド。左サイド。若さ。松本。長すぎました。抜ける。伊藤。どうだ。どうだ。ロングシュートか。どうだ。ここまで持ってきたんですが残念でしたね。いいシュートでしたよ。前にいる坂田。武田。阿部。さあチャンスを迎えた。ボールつながります。通らない。ここで受ける。シュート。おっと決められない。大きなチャンスでしたね。残念です。福岡、いい攻めを見せてきました。バックパス。中央から上がっていく。右に振って。今行けますよ。持ち込み。上がってきますね。いや詰まってますよ。ダイレクトに行った。惜しい。後ろからさらに行く。左。西。ファールに合います。
大分、今のところ0対0。この時間帯から急に相手を中盤で封じてきていますか。そうですね、この辺り早くなりましたよね。これはオフサイドではない。いい形だ。ここはファールがありましたか。ジャン・ジョンウォン。そして今ホイッスルが吹かれて前半が終了しました。さあ北澤さん、前半を終えたところなんですが、まだ両チーム無得点、いかがでしょう。そうですね、ゴールは見られませんでした。さあ後半、福岡、前半では支配率で上回っています。安川、堤、三島、これはどうやらオフサイドのようです。ここですね。はい、まあ感じはいいんですけどね。中央からいった、再び奪い返した、左、三島、ここは一旦キーパーへ。酒井、イグアンソン、いい上がりを見せた。これは通りません。ワンタッチ、若さ、ここも簡単にボールを奪われてしまいます。おっと、いいボールだ。戻す。さあ前を向く、中に2枚、コーナーキックになります。ゴール前うまく合わせたいですね。真ん中へ入れた。左サイド、伊藤、高木、奪います。中央から上がっていきます。若さ、伊藤、通りません。ちょっと当てる選手が少ないか。渡ります、ダイレクト。選手を変えてきます。さあ大分、未だ0対0という状況で先に動きます。どうだ、オープンスペース、これはファールです。送って、酒井、右サイドに流します。ジャン・ジョンウォン、スルーパス、通るのかこのパス。田中、オフサイドですか。オフサイドの判定、
ですが絶妙な抜け出しでした。そうですね、しかもオフサイドラインギリギリを狙ってコントロールしてきますから、ディフェンス陣も彼に目が行きやすくなってしまうんですよね。一旦預けます。左へ、パスが通る。さあ前に誰がいるのか、ここは一難逃れます。堤、前線に送られる、ボールが渡る、一瞬中を見た、一人で持っていく、ヘッド左、おっと上がってきますよ。ジャン・ジョンウォン、松本、高木、木村、戻して前線へ、このボールに クリアに合います。これはちょっとミスになってしまいます。両チームここでメンバーチェンジとなります。まあ交代する選手についてなんですけど、やはりうまくチャンスを作れてないというところが多いですから、そこを見られたのかなと思いますけどもね。そうかもしれませんね。タイミングが合わない、松本、ふわりとしたボール、つながればチャンス、ボールが渡る、坂田、どうだ、つながりません。これは合いませんでした。ここはなんとかクリアです。若さ、高木、ダイレクトパス、サイドのサポートはあるのか、ない、選択は一人、ここでクロス、弾いた、三島、阿部、左側上がっていきます。さあカウンターだ、おっとつながりません。いやタイミング合いませんでしたね。今のようになかなか動きが見られないところを見ると、このまま終わってしまうのかなとも思うんですが、いかがでしょう。そうですね、両チームとも後半の動きにキレがありませんね。やや止まってますよね。はい、固い守り、奪う、さあサイドから、いいでしょう、かろうじてクリアしました。北澤さん、福岡、はい、こう見ているとフォーメーション変えてきてますよね。そうですね、 4-4-2 のフォーメーションですね。でもこう見ていると形変えてからの動き見てますとね、なかなか機能してるんですよ。シュートチャンスも増えてますからね。ここでタイムアップ、0対0。
本日の試合はスコアレスドローという結果に終わりました。さて北澤さん、本日の対戦いかがでしたか。はい、いや本当にね、両チームともなかなか